オメガラビリンスライフ。ここベルフルール女学園の庭園には花が枯れることなく永遠に咲き続けるという伝説があります。美しい花が咲き続ける庭園は生徒たちの誇りであり、いつしか自分の夢を叶えるための心の支えにもなっていました。そんな美しくも不思議な庭園を持つこの学園に一人の転校生がやってきました。学園創立100年の歴史の中で初めての転校生。今日彼女がやってきたのは偶然なのか、それとも花たちの思いがもたらした奇跡なのか。着いたここが有名なベルフルール女学園。私、今日からここに通えるんだ。夢みたい。転校初日はやっぱり第一印象が大切だよね。笑顔の準備。よし、オッケー。それじゃあ記念すべき第一歩。せーの。私の新しい学園生活は今ここから始まる。うん？おお。ああ、そっか、これ私が見てる夢か。いくら転校が楽しみだからってこんな夢見ちゃうなんて。本物の学園に遅刻しないようにそろそろ起きないとね。こうやってで、ほっぺをつねれば…いたたたたた！夢じゃ…ない？なんだ、じゃあこれってやっぱり現実か。なんで？ここどこ？ベルフルール女学園は？初日に遅刻はしたくないな。こっちよ。お？出口はこっち。え？出口？助けてあげる。こっちに来て。うん？変だな。声は聞こえるのに誰もいない。なんか声が頭に直接響いてくる感じ。よし、とりあえず進んでみよう。じっとしてても仕方ないし、もしダメだったらそれはその時考えるってことで。それじゃ出発。気をつけて、あれはモンスターよ。見つかると襲われてしまうわ。まだこちらには気づいていないみたい。今のうちに倒しましょう。わかった、やってみるよ。危ない時は私が守ってあげるよ。
がとう。さあ、外に出るためには何度もモンスターと出会うはずよ。気をつけて進みましょう。うん、任せて。えい。あれ、何か落ちてるよ。あれはアイテム。不思議な力を持つ道具よ。この場所ではたくさんのアイテムが落ちているわ。武器になるものだったり、人間さんの食べ物も。きっとあなたが外に出るのに役立つはずよ。へえ、アイテムか。どんなのがあるか楽しみだね。モンスターとの戦いでもいろいろ試してみようかな。外に出れば戻ってしまうわね。え、そうなんだ。ちょっと残念。ねえ、人間さんって胸の大きさを気にするのね。それは人によるかな。そうなの？ねえ、よければあなたのこともっと聞かせてくれない？うん、いいよ。それじゃあ歩きながら話そっか。
しよう。あの光の中に入れば外に出ることができるわ。よし、早く外に戻ろう。ステージクリア。やったー、戻れた。頑張ったわね。怖くなかった？全然、むしろ結構楽しかったよ、洞窟の冒険。人間さんって不思議な場所や存在をもっと怖がるものだと思っていたわ。まあたまにはああいうこともあるよ。何でも楽しんだもの勝ち。ここまで送ってくれてありがとね。そうだ、まだ名前教えてなかったっけ。私は暁ひなた。ひなた、素敵な名前ね。そう？あなたの名前は？もうここを離れた方がいいわ。また空間が歪み始めてる。あ、本当だ。でもあなたは一人で大丈夫？一人じゃないわ。私には大切なお友達がいるの。その子と一緒だから平気。そっか、わかった。でもまた会おうよ。あなたの名前その時に教えてね。約束だよ。名前、私も欲しい。私は名もない青いバラ。はじめまして、転校生の暁ひなたです。この学園で皆さんと楽しく過ごせたらいいなと思っています。よろしくお願いします。元気な子ですわね。すごい
私のこと？そう、ひなただから。ひなちぃ、ひなちぃはさ、前はどこの学校にいたの？部活はやる？好きな食べ物は？あ、ごめん、まだ自己紹介もしてなかったね。私、オーレンジベルネ、よろしく。こちらこそよろしくね、オーレンジさん。ベルでいいよ。それじゃあ、よろしく、ベル。休み時間だ、学校を見学しに行こうかな。ごきげんよう、あかつきさん。あ、こんにちは。私は銀城ななみ、このクラスの学級委員ですの。よろしくお願いいたしますわ。銀城って、もしかしてあの銀城財閥の？よくご存知ね。私は銀城家の一人娘ですの。以後お見知りおきを。よろしければ私が学園の案内をいたしますわ。いかがでしょう？本当に？じゃあお願いしようかな。よろしくてよ。困ったことがあればどんどん私を頼ってくださいませ。おお、待って待って、ひなちんのことは私に案内させて。まあ、すでにお友達ができていましたのね。ならばおせっかいは野暮ですわね。おせっかいだなんて。声かけてくれて嬉しかったよ、ななみちゃんだから。これからはななちゃんって呼んでいい？ええ、ご自由にお呼びになって。ではオーレンジさん、彼女の案内をお願いいたしますわ。オッケー、行こう、ひなち。うん、よろしくね、ベル。ないの？みたいだよ。去年の冬も一輪も枯れなかったし。永遠に咲き続けるって伝説は本当なんだ。学園の子たちはね、この庭園が大好きなんだ。ほら、休み時間になったらみんなお庭に出てきたでしょ。本当だ。ねえねえ、せっかくだしみんなに話しかけてみる？向こうもひなちぃのことが気になってると思うし。気になってるの？ベルフルール女学園に転校生なんて今までいなかったからね。へえ、そうだったんだ。よし、それじゃあ庭園を散歩してみよう。オッケー、レッツゴーゴー。ベルフルール女学園のスーパーアイドル、水瀬樹里だよ。え、すごい、この学園ってアイドルの子がいるんだ。知らなかったの？樹里ちゃん悲しい。しくしく。樹里凛、ひなちぃは転校生だから仕方ないよ。ごめん。そうだよね、あなた転校生の若月ひなたちゃんでしょ。うん、これからよろしくね、水瀬さん。よろしく。あかつきひなたね。なんかただのいい子ちゃんって感じ。っていうか、このお嬢様学校になんでこんな田舎っぽい子が入れたわけ？あかつきなんて家聞いたことないっつうの。マジで意味不明。ま、とりあえず今は適当に愛想よくしとけばいいでしょ。あなたもジュリちゃんのファンになってくれると嬉しいな。もちろん応援するよ。あ、ありがとう。暁ひなた、転校生ってだけで今はチヤホヤされてるみたいだけど、この学園の真の人気者は誰なのか、すぐに分からせてやるんだから。
花、光ってるよ。それはね、聖火フローラだよ。大庭園の真ん中に咲いてる特別なお花。この聖火の力のおかげで庭園の花は永遠に枯れないんだって。へえ、そうなんだ。こっちの像は？聖火フローラに宿る精霊様の像だよ。本当にいるかどうかはわかんないけどね。ただの伝説だから。私はいると思うな。精霊様、この学園には不思議な力が満ちてる感じがするし、実は今日の朝も不思議な体験しちゃったしね。え、そうなの？というか、なになに不思議な体験って。ひなちーだけずるい。その話はまた今度ってことで。こんにちは、転校生の暁日向です。知ってる。あ、そっか、そういえば同じクラスだったね。さっき銀城と話してた。銀城？ああ、奈々ちゃんね。すっごく優しくて親切だったよ。愛が、ミオ。え？私の名前言っちゃった。何か怒らせちゃった？ううん、大丈夫。ミオミオはいつもあんな感じだよ。お花が好きみたいで、いつも庭園で見かけるかな。そっか、それじゃあまた今度話しかけてみよっと。いいぞ、モモ。四つん這いに這いつくばるお前の姿は、はまるで家畜のようだな。ありがとうございます。なんだろう、あの二人。土の手入れをしているだけなのさ。気にしなくてもよいのさ。あ、こんにちは。一年生の子かな。ひなち、その人はね、ベルフルール女学園の理事長だよ。え、理事長？あんたは暁日向だね。あ、はい、よろしくお願いします。そうか、あんたが。ん？何か？いや、なんでもないのさ。こちらこそよろしくなのさ。私はベルフルール女学園理事長、クーン・リンカ。学園の代表であり、オメガパワーの研究者でもあるのさ。オメガパワー？ベルフルール女学園に満ちる不思議な力のことなのさ。この学園の花は聖火の力で永遠に咲き続ける伝説を知っているかい？不思議な力を持つあの聖火はオメガパワーによって生み出されたのさ。しかし、オメガパワーがなぜ聖火を生んだか、その謎は未だ解明されていない。その謎やオメガパワーの秘密を私は研究しているのさ。つまり難しい研究をしてるってことですね。もうそんな感じなのさ。こっちはクオン・ユユニ、クオン・モモ。私の遠い親戚なのさ。大庭園のお庭番をしてもらっている。お前が例の転校生か。よろしくお願いします。こちらこそ。学園の生徒になるなら覚えておけ。庭園を汚す者をユユたちは許さない。
そのことを肝に銘じて過ごすんだな。こら、転校初日からそんなに脅かしてどうするのさ。ベルフルール女学院は暁日向を歓迎するのさ。これからしっかりと勉学に励み、ベルフルールの宿女として精進するのさ。はい、頑張ります。お前が暁日向か。こんにちは。私のことを知ってるの？私の赤の瞳は相手の真の名を、青の瞳は真の姿を見抜くことができる。え？私が昨日転校生が来るってメータンに教えてあげたんだよ。ベルネ、その名で私を呼ぶなと言ったはずだ。私の名はメイ、黒崎メイだ。黒崎さんだね。よろしく。これから仲良くできると嬉しいな。仲良くか。孤高の存在である私には縁のない言葉だ。メイタンはちょっと恥ずかしがり屋なんだよね。ところで、黒崎さんが右手につけてるのってグローブ？これか。この右手に封じられた忌まわしき闇の力を解放する時が来なければいいが。これはね、名探なりのファッションなんだよ。もうさっきからうっさい。ファッションじゃないもん。や、闇の力を封じてるんだもん、バカ。おお、言っちゃったね。ありゃ、もしかしてまたやっちゃったかな。ん？またって？私ね、
メイタンと仲良くしたいんだけど、いつもうまくいかないんだ。じゃあこれからは私も一緒に黒崎さんと仲良くなる方法を探すよ。本当にありがとう、ひなち。ごきげんよう。あなたが例の転校生ね。うん、暁ひなただよ。よろしくね。そう、ひなたちゃんっていうの。あれ、なんだろう、甘い香りがする。あなた、いいわね。その笑顔、とっても綺麗で魅力的よ。そう今日から私とお友達になってもらえるかしら。もちろん。ありがとう。じゃあこれは感謝の気持ち。チュッ。あっ、ほっぺにキスされた。ふにゃー。まあお姉さま、ひなちがびっくりしちゃうでしょ確かにびっくりしたけど大丈夫だよいい子ね、ひなたちゃん。私は紫ゆりか。困ったことがあったらいらっしゃい。力になってあげる。ゆりかちゃん。じゃあゆりちゃんだね。すっごくいい香りがしたな。お姉さまはね、庭園のお花で香水を作ってるんだよ。そうなんだ。今度詳しく聞いてみようかな。学園の案内はこんな感じかな。どうだった、ひなち。すっごく楽しかったよ。ありがとね、ベル。お気に入りの場所はあった？やっぱり大庭園かな。花が綺麗だし、いろんな子たちとお話できて楽しかったし。それじゃあ明日この庭園でお弁当を食べよっか。おお、いいね。そうしよう。今日から私の新しい学校生活が始まるんだ。新しいお友達もできたし、周りの子たちもみんないい人だし、うん、楽しい毎日を送れそう。休み時間終わっちゃったね。よし、それじゃあ教室まで競争。ふえ、待ってよ、ひなち。紹介し忘れてた。学生寮にはね、生徒なら誰でも使える広いキッチンがあるんだよ。みんなは時々そこでお弁当作ったりしてるの。もし興味があったらひなちんも作ってみてね。ベルが言ってたキッチンってここだよね。今のうちに明日のお弁当の準備しよっと。この辺の調理器具使っていいのかな。フライパンと鍋と、よく見ると高そうな調理器具もある。こういうのはあんまり触らないでおこう。というかこんなに高級そうな器具一体誰が使うんだ。ま、いいや。さて、お弁当作ろっかな。みんなで楽しく食べられるお弁当がいいかな。そうだ、あれを作ろう。できたー。
に何が入っているかは食べてみてのお楽しみって、たくさん作りすぎたかな。どれに何を入れたか私も分かんなくなっちゃった。まあいいか、これはこれで私も楽しめるし。あとはおかずを作って、よし完成。明日が楽しみだな。どうしたの？庭園、庭園に来て！いやー！桃たちのお花が。何が起こったんだ？誰の仕業だ？大庭園が。朝来たらこんなことになってて。これはなんてことですの？あらあら、冗談じゃないわよ。どうして急に庭園が枯れちゃうの？いや、こんなの絶対に嫌！水瀬さん？ジュリちゃん、元気出して。こんなに取り乱すなんて、それだけ庭園が大事だったのかな？暁日向。あなたが庭園に何かしたんじゃないの？あなたが転校してきた次の日にこんなことになるなんて。そう、そうよ。タイミングが良すぎるじゃない。ねえみんな、大庭園が枯れるなんて今までになかったことだよね。なら同じように今までになかったことが原因だと思わない？今までになかったことって、もしかして転校生のことを言っているんですの？お前か。お前が庭園をこんな姿に。何言ってるの？ひなちぃはそんなことしないよ。そうだよ、私は何も。あ、そういえば昨日不思議な場所に迷い込んだけど、あれは関係ないよね。どうやら本人にも心当たりがあるみたいね。いや、そういうわけじゃなくて。ひどいです。お花を傷つけるくらいなら桃を傷つけてくれればよかったのに。庭園を汚すやつは許さない。花たちの肥料にしてやる。待つのさ、ゆゆ。みんな庭園が枯れて悲しいのはわかるのさ。だが証拠もなしに犯人扱いはいかん。まず今すべきなのは聖火の無事を確認することなのさ。あ、そうです。聖火は、フローラ様は、どうやらオメガパワーが暴走して庭園の一部が迷宮化してるのさ。聖火はちょうど迷宮の中にあるみたいなのさ。ただこの大庭園は今邪気のようなものに包まれてるのさ。私はここに残って庭園を見張らなきゃならん。聖火の様子は他の誰かに見てきてほしいのさ。それなら私が行きます。自分の疑いを晴らしたいですし、私も大庭園を元に戻したいですから。危険な目に遭うかもしれんが、それでも言ってくれるのさ。大丈夫です、任せてください。やはりあの子の娘だ。
よく似てるのさ。ん？それじゃあ、悪いが、あんたに頼むのさ。待って、私もついてく。ひなちんのこと心配だから。うん、わかった。二人とも気をつけるのさ。何が起こるかわからないから慎重に進もう。あ、そうだね。ねえねえ、ひなち、さっき言われたことあんま気にしちゃダメだよ。うん、気にしない。え、どうしたの？いや、ひなち落ち込んでるかなと思って。大丈夫、私が何もしてないってことは私が一番わかってるもん。でも言葉だけじゃ伝わらないみたいだから、疑いは行動で晴らすよ。ジュリリンたちのこと怒ってないの？怒ってないよ。水瀬さんたちは大好きな庭園が枯れちゃって悲しくて仕方なかっただけだと思う。その悲しみをぶつけたいなら私がいくらでも受け止めるよ。そうだよ。私は何があっても絶対ひなちんの味方だからね。ありがとう、ベル。じゃあ聖火を探しに行こう。妖精のネムと申します。すごいすごい、私妖精なんて初めて見たよ。ねえねえ、ネムちゃんはどこから来たの？何食べるの？羽に触ってもいい？ベール、ネムちゃん困っちゃってるよ。ごめん、つい初めてのものを見るとワクワクしちゃって。すみません、ここは学園の大庭園ですよね。私、お友達を探していたのですが、いつの間にかこんな場所に来てしまって。今ね、学園が大変なことになってるんだ。実は…え？庭園が枯れた？精霊様の身に何かあったということですか？精霊様って、聖火フローラの？精霊様って本当にいるの？伝説じゃなくて？もちろんです。精霊様が今まであの大庭園の花々を守られてきたのです。人間さんには少々受け入れがたい話かもしれませんが。でもこうして妖精もいたんだから精霊がいてもおかしくないよね。おかしくないね。
あれ？ずいぶんあっさり受け入れてくれるのですね。とにかく私はお友達を探さなくてはならないのですけど、精霊様の様子も気になります。よければ同行させていただきたいのですが。もちろん一緒に行こう。ありがとうございます。よろしくお願いします。ように気をつけてください。本当だ。でも前のとは全然違うみたい。ねえねえ、もしモンスターに倒されたら私たち本当に食べられちゃうの？あ、いえ、ダンジョンで倒されたら外に追い出されるだけです。ただダンジョンで持っていたアイテムは全部なくしてしまうのですが。あ、そうなんだ。それじゃあひとまずは安心して戦えるかな。待ち受けているはずです。お二人とも準備はよろしいですか？ん？ネムちゃんが一番緊張してるね。でもそんなにモンスターがいるならこっちも気を引き締めないとだね。ベル、モンスターに囲まれた時は一緒に相談しながら進もうね。オッケー。ひなちんも何かあったらすぐに私に教えて。ピンチの時はいつでも私が先頭を代わるよ。私もお二人が負けないように応援しています。ありがとう、ベル、レムちゃん。みんなで絶対成果を見つけようね。日光がないからかな。ひとまず外に持ってった方が。え、成果が
枯れちゃった。ひなちーが犯人になっちゃった。違う違う違う、私何もしてないよ。お二人とも落ち着いてください。精霊様は生きておられます。これを見てください。聖火が枯れる時に産み落とされた種です。この種があれば再び聖火を咲かせることができると思います。本当に？よかった、ひなち犯人じゃなかった。でもどうして急に聖火が枯れちゃったんだろう。すみません、それは私にもわからなくて。まあひとまず何も見つからないよりはよかったのかな。この種凛花先生たちに見せてみよう。なんてないからね。フローラ様は見つかったのか。うん、見つかったことは見つかったけど、実は私たちの目の前で急に枯れてボロボロになっちゃって。おお、ももちゃん笑顔のまま気絶してる。お前、庭園だけじゃ飽き足らず、フローラ様やモモまでどれだけ極悪人だ。ちょっと待って、話を聞いてよ。ふむ、なるほどなのさ。暁ひなたの言っていることは本当さ。証拠もちゃんと連れてきてる。そこの隠れとらんで出てくるのさ。はじめまして。あら、どうしたのこの子。迷宮の中で会ったんだよ、妖精のネムちゃん。妖精？そのような存在本当にいたんですの？ふむ、ネムよ、あんたはオメガパワーが結晶化して生まれた存在なのさ。どうしてそれを？妹のリンネの学園にもあんたのような妖精がいるらしいのさ。その妖精もオメガパワーが結晶化して生まれたと聞いている。オメガパワーの研究者としては今すぐにでもあんたを調べたいところだが、残念ながら今はそれどころではないのさ。暁ひなた、聖火の種を渡してくれなのさ。これをこの土に埋めて、ユユ、ソーマをここへ。おう。ソーマ？なんだそれ、かっこいいな。これは聖火が復活したのですか？すごい。今注いだ水はソーマと聖火を成長させる特別な水なのさ。しかしダメだ、フローラ様はまだ完全な開花じゃない。ソーマが足りないのです。じゃあもっともっといっぱいソーマをかけちゃおうよ。学園に残っていたソーマは先ほどの分で全てなのさ。それなら新しいソーマを取ってくればいいんじゃない？どこにあるかは私たちも知らないのさ。マジかよ、使えねえ。私知ってます、ソーマがある場所。え、本当？レブちゃん。はい、ソーマって甘くて美味しいから私もたまに飲んだりするんです。ソーマは学園の聖堂にあります。私はもともとそこに住んでいたんです。お友達のことも
最初は聖堂の中で探していたはずなんですけど、いつの間にか外に出ていたみたいで。聖堂、学園に古くからある洞窟のことなのさ。じゃあ私そこからソーマを取ってきます。ひなちぃが行くなら私も。ストップ！庭園を枯らした犯人に大事な役目を任せられるわけないでしょ。ジュリちゃんが聖堂に行ってくる。私も行こう。え、メイタンまで？これはアカシックレコードに記された真の最悪の目覚め、私が乗り越えるべき試練なのだ。あとなんかソーマって響きがかっこいいので気に入った。すごく欲しい。というわけで安心しろ、学園は私が救ってみせる。銀城財閥の娘としてこの事態は捨ておけませんわね。お花が枯れるのは困るわね。香水が作れなくなっちゃうし。みんな行っちゃったね。ふむ、やる気があるのは結構だが。ベル、私たちも聖堂に行こう。オッケー。ふむふむ、学園の理事長としてはそうやって協調性を大切にしてくれると嬉しいのさ。待て、転校生。もう、ゆゆちゃんもまだひなちぃを疑ってるの？ああ、信用はしていない。だが少し見直した。え？お前は危険を冒してまで聖火の種を取ってきてくれた。そのことに関しては礼を言っておく。ママもお姉ちゃんもお花を大事にしてくれる子は好きです。そっか、そう言ってくれるだけでも私は嬉しいよ。ありがとう、ゆゆさん、ももちゃん。ももとお姉ちゃんはここに残って新たなフローラ様をお守りいたします。お前たちはソーマの調達だ、しっかりやってこい。私はオメガパワーの研究を進めるのさ。ネムのおかげでオメガパワーの研究がはかどりそうなのさ。そっちについても何か進展があれば伝えよう。ひとまず今はソーマを集めてきてほしいのさ。聖火の力が戻れば庭園復興の兆しも見えるはずなのさ。わかりました、任せてください。